皆さんこんばんは。2020年も年の瀬あと2時間ほどとなりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。何かと忙しい、年越しの時間を東京シティフィルジルベスターコンサートご覧いただきまして本当にありがとうございます。カメラ越しですけれども皆様お元気ですか。見えますか。見えてますか。よかった。ここは、東京オペラシティコンサートホール。本当ならば、1500人の皆さんとライブで、年越しのこの喜びを、分かち合いたいということで企画されたコンサートでしたけれども、昨今の、状況ではなかなか、それが叶うことができず、オンライン配信という形になりました。しかし私には見えます。カメラ越しに満席のお客様の姿が、このコンサートを楽しみにしてくださったあの全ての方々の姿が見えております。オンラインだからこそ世界中のドラクエファンの皆さんそして、シティフィルのファンの皆さんとこの時間を共有できるなどと思っています。これはもう本当に今年ならでは新しい発見だったなというふうに思います。これからもより多くの皆様にドラゴンクエストの素晴らしさそして杉山浩一先生の、素晴らしい音楽をお伝えするために配信も含めてどんどん広げていけてたらと思っているところであります。それでは今日も素晴らしいドラクエサウンドを響かせてくださいますオーケストラ紹介したいと思います。東京シティフィルハーモニック管弦楽団の皆さんです。よろしくお願いいたします。指揮は私井田勝弘でお送りしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
Thank you.
ありがとうございました。皆さんの盛大な拍手が聞こえる、パチ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 、ありがとうございます。素晴らしいドラクエ10の世界を、堪能させてもらったところで、年越しまであと11分ほどとなりました。今年もいろいろありましたが、皆様に支えられまして、数は少なかったけですけれども、ドラクエコンサートを、開催することができて本当に、嬉しく思っております。そして、ツイッターなどを通して、皆様の応援、これがさらに私たちのドラクエを愛する気持ちを、高めてくれたように思います。シティフィルのドラゴンクエストコンサートを応援いただきました、全ての皆様に感謝を申し上げたいなと思います。ありがとうございます。それではそろそろお時間となりましたので、演奏の準備の方いきますよ。皆さん頑張りましょう、頑張りましょう。何があっても指揮につけてください。よろしくお願いします。それでは始めます。乞うご期待、よろしくお願いいたします。Thank you.
ありがとうございます。皆さん明けましておめでとうございます。喉もカラカラ、明けましておめでとうございます。ハッピーニューイヤー2021、無事に明けました。皆様のご声援によりカウントダウンも無事成功しましたよね。した。うん、ちゃんと00で終わってた。素晴らしい、ありがとうございます。皆さん素晴らしかったです。ありがとうございます。いやもうドキドキでしたね。うまくいって本当に良かったです。もうカウントダウンの大成功、これを祝しましてこの音楽をお送りしたいと思います。